岐阜市の柳瀬商店街に朝からできたおよそ1000人の行列。よし、ちょっと前です。一番でした。福島屋さん、いつか帰ってきて。これちょっと寂しいですね。お目当ては岐阜高島屋。1977年の開業から47年、今日が最終営業日となります。お待たせしました。ありがとうございます。高島屋のシンボル、バラが先着470人に渡され、店内には閉店後を惜しむたくさんのメッセージも。もう最後なんだなっていうふうに、まあ、47年間お客様に愛されて、まあ、支えられてきたんだな。岐阜県唯一の百貨店として多くの人に愛されてきましたが、施設の老朽化などの理由から閉店を決めました。影響は地元の商店街にも。一時的にはどうしてもね、売り上げは落ちるやろうね。ここへ買い物に来た人をいかに受け取るかという風でやってきましたんで。柳瀬の核となる存在として商店街のにぎわいを支えてきただけあって、今後を心配する声が。そんな中、今月7日には歌手の美川憲一さんが訪れ、ヒット曲の柳瀬ブルースでエールを送りました。歌手があって皆さんが本当に慣れた楽しい街並みの中の歌だったから。もう2年前にですね、美川さんが来てくれた時に、しぶとく生きるのよといういいお言葉をいただいたんで。頑張ってくださいね。本当に応援しますから。午後になってもお客さんの入りは止まることなく大盛況となっています。午後2時前、店内の一角に行列が。これは お目当ては高島屋の和菓子バイヤー一押しの銘菓です。今日の最終営業日に合わせ、鮮度などの理由からこれまで販売のかなわなかった夏の生菓子をバイヤー自ら朝一で京都まで買いに行ってきたそうで。最後にできる限りのことだけはしたいなという、まあ、柳瀬という町がね、僕好きなので、まあ寂しいという言葉もありますし、本当そこまでずっと通ってくださった皆さんにはもう感謝しかないです。全ては長年支えてくれたお客さんへの感謝の気持ち。最後の思い出に、はい、来ました。お菓子愛と高島屋さんの、岐阜高島屋さんへの愛情が溢れてるという。岐阜高島屋はこのあと午後7時、47年の歴史に幕を下ろします。